コミュニティで売る、オンラインセミナーで売る、ウェビナーで売るってことですね。あとはまあリアルのセミナーで売るということなんですけども、で教材を販売したいと、まあ、例えばあなたが英語が教えられるとなったら英語の教材ですよね、まあ、今も本当にオンラインで販売すればいいかなと思うんですけども、動画教材ですね、まあこれもですねポイントとしてはですね、とにかくあの参加型の、セミナーとかをあのウェビナーにするってことですね。それによってあの一体感生まれますし、この人はこういう形で分かりやすく教えてくれるんだっていうのが伝わるんですね。なので、参加型の、双方向インタラクティブなですね、内容も、考えられるといいかなと思います。あとコミュニティで売る場合ですね、まあ、これはあの、社会人のサークルとかですね、何かの、まあ、勉強会とかそういったコミュニティに入ってるっていうことなんですけども、まあ、この場合はですねとにかくあの与えることを先にするってことですね。ひたすら先に与えると。収益化の手段を知りたいですと、まあご相談ですね。